ハッシーです。ディナちゃんです。クミちゃんです。イエーイ。今回ね、あの2人に出てもらったのは、なんとこれから出産を控えているディナちゃんと、そしてそれをね取り出すクミちゃんに出てもらいました。イエーイ。いいね。今回ですね、あのとても大切なことを皆さんにあのメッセージとして、あの YouTube 撮らせてください。それは何かっていうと、今まで医師屋によって封印されてきた、昔ながらの自宅出産、これをこの、お二人が、チャレンジするということで、そのことについてちょっと語ってもらいます。で、もう一度原点に戻りたいんですけど、ほんの70年前、ね、あの 戦前までは普通にどこの家も自宅で産んでたんです、ね、それがいつの間にか自宅で産むことが危ないっていう洗脳させられたんですが、実は真逆です。真逆。そのことをちょっとでも考えていただきたいなという意味合いで、2人にこのなんでね、あのこう自宅で産もう、そして、ね、なんでこういう助産院さんの、お仕事をしようっていうことを、あの2人の生の声をね、あのインタビューしたいと思いますので、どうかよろしくお願いします。はい、じゃあまずは、リナちゃんね、あの簡単でいいんですけど、あの自己紹介と、そしてどうしてね、あの病院ではなくて自宅で産んでみようっていうふうに思ったのか、それにちょっと話してください。はい、うん、リナです。25になって、うん、7月に自分が妊娠してるっていうことが分かって、うん、でお母さんと喋ってる時に、うん、ピュピュうん、ピュピュ、うん、生まれた来る赤ちゃんに、うん、ピュピュしたくないよねっていう話をずっとしてて、うん、でそれをどうしようどうしようって見てる時に、うん、ハッシーの動画とか、うん、あとは池川先生、あ池川先生ね、うん、の動画を見て、で、ま、すっ飛ばすと池川先生に会いに行くまで、うん、どこの産婦人科もかからず、怖いから、うん、怖いから何されるかわからないから、うんうんうん、行かず、うん、でその妊婦さんが最初に取るこの採血自体も私怖くて、うん、その針が嫌で、うんうん、行かなくて、うんうん、池川先生のとこに行って、あのピュピュしなくてもいい、うんうん、助産師さんを探してほしいって言って、うん、言ったら、あの東京助産師協会のホームページ見せてもらって、うん、でいろいろ探してる時に、うん、赤ちゃんは全部分かってるから、うん、声をかけてあげて、ここがいいの？ここがいいの？って聞いてねって言われたけど、うん、ずっとゴニョゴニョはするけど、うん、分かりやすく反応してくれなくて、うん、ママ違うみたいって言って、うん、そしたら、うん、じゃあもうちょっと気分が乗った時にしよっかって言ってしばらくしてたら、うん、ハッシーとクミちゃんが動画でお話ししてるのを見て、うんうん、クミちゃんがいいんじゃないってなって、その助産師協会の名前の並んで最後にクミちゃんがいいって言ったら、ダーンってお腹をキックされて、ママクミちゃんだってって言ったら、じゃあクミちゃんかってクミちゃんに連絡するようにして、でそこからクミちゃんとハッシーが喋ってる動画を家で見返した時とかも、ママがクミちゃんだよって言って動画を撮ってる、お家で動画で会話してる時とかも話題に出すと動くから、じゃあクミちゃんだねって言って、おーすごい、赤ちゃんが言ってるの、そうお腹の中の、そうすごい。クミちゃんが最初にあの YouTube で喋ってる動画で自宅出産の話もしてたから、うん、じゃ あ, あの病院でやるとやっぱりそのお医者さんの言う通りにさせられちゃうから、うん、お家で好きな体勢で好きなように産んで、赤ちゃん産んだらすぐここのっけておっぱい吸わせてあげなきゃって、ね、うんうん、だからお家であれ出産しようねって言ってたところが始まり。わあすごい。あれ今
ちらっとなあの池川明先生に、うんうん、あの会いに行かれたの？行きました。おお、それいつ行ったの？いつ？10月7日。10ヶ月半、うん、そうだったんだ。池川明さんに会った感想はどんな感じだったの？仏さんみたい。仏さん死んでた。死んでんじゃない。あ、そうじゃない。仏さんって言ったらそっちかなと思って、うん、すっごい優しい。もう最初はどうしようかどうしようかって言ってる時に、うん、ちょっとママあれクリニック電話してみるわって、リーナ私仕事中だからって言ってママが電話をしてくれて、そしたら出なかったの。あ、問い合わせか、うん、最初問い合わせしたらあれ電話が来て、知らない番号から、うん、でなんか留守電入ってたから聞いたら池川クリニックって言って、折り返しにもう一度ママからお電話したら池川明先生本人からお電話いただいてて、そうで、そのお電話であのここまでの経緯とかも全てお話ししたら、あのどちらでもいいですけどまずあのうちに来てみてくださいって言ってくれて、うん、行ったら覚えてくれてて、うん、でその時にあの最初の妊娠発覚から、うん、その19週行ったら19週だったけど、19週も私1回もエコー写真見てなくて、うんうん、見たいって言って見たらもうお腹もう顔を隠してずっと恥ずかしがり屋さんだねって言われたりとか、うんうん、おちんちんついてるねって言われたりとかそうでずっとそうやって会話してくれて、うん、で赤ちゃんとは全て会話をするんだよって言われて、うん、だから何をしたいのか、名前ももし迷ってる名前があるならいろんな名前で呼んであげて、動いた時反応した時の名前をずっと呼んであげるとか、うん、とか性別が気になるって言った時も今チンチンついてるけど私も生まれるまでチンチンついてて生まれたら置いてきたらしいから、うん、だから分かんないからそれもお腹の中にずっと聞くんだよって、最近ずっと聞くと男の子だって言って、さっきあゆみちゃんが触っても男の子だって言って、わかる、動く男の子の時だけ動く、わかる、何回聞いても男の子に反応する、すごい、これじゃないよね、うん、それでもいいやそれでもそれでちょっと面白いかったね持っててもいいけど、うんうん、なるほどね、だから全部声をかけてあげるのが大事だよって言って、はい、あの覚えてるから、うん、生まれてきた時に、じゃあ次はあれですね、久美ちゃん、はい、ね、今回、初めて、はい、立ち会いを、はい、なされるということですが、はいはい、ちょっとその前の経緯から看護師さん時代からのところからどうしてこの助産院さんの道に行こうっていう、まあ、そこからね、あの自己紹介兼ねてあのちょっと皆さんにちょっと教えてくれません？はい、加納久美です、うん、助産師になろうと思ったきっかけは、うん、なんか全然あれです、あの母が母になんか言われて、うん、なんか自立しなさいと、うん、女性はで手に職持ちなさいで、母が看護師より助産師の方が給料がいいらしいぞと、おで私そのままお母さんとその いなりって言ったらおかしいですけど、うん、そのまま、まあ、助産師になったって、本当になった経緯は取り留めもないというか、うん、はい、変な理由でした、うん、はい、でそこから、総合病院で20年、うん、ずっと産婦人科にはいられたんですけど、まあ、途中他の科に移動とかって言われたりもしたんですけど、戦って、うんうん、私はあの看護師としてあのなりたくてあのなったんじゃないから、助産師としてなのになんで他の病棟行かなきゃいけないんですかって言って、いろいろ戦ってどうにか産婦人科でずっと、まあ、20年いることができたんですけど、うん、まあ、あの大きい病院だと、なんでしょうね、やっぱり経営なんですよね、当たり前ですけど、だから産婦人科にあの結核の人入れなさいとか、うん、びっくりしましたね今なんて言った？結核、お疑いの人を入れなさいだとか、うん、個室だったら男性でもいいでしょうと言われたり、まあ、その都度私はそういう時に戦ってあの上からこうね、ちょっと、うん、なんだこの人はと、うん、でそういう戦うとその夜勤で大体そういう人が来るんで、うん、
でまた昼間なんて終わって明け方になって、うん、市長さんとか部長さんにちょっと、うんうん、どういうことみたいな、そういうことが結構あるので、うんうん、もう私はもういいやって、うんうん、もう助産師として働きたいのになんか違うことで結構動いてるなと思ったんで、うん、産科だけのところと思って辞めてクリニックに行きました。あ、はい、でクリニックを4年ぐらい経験したんですけど、うんうん、まあ、いくつか転々とし、うん、で最後に行ったクリニックが一番長くって4年弱いたんですけど、うんうん、そこでなんかあのお産が早いんですよ私が担当すると。おおでまあ本当にドリフが鳴る、昭和の人ならわかると思うんですけど、あ、まあ、早いんで来てからお産生まれるまでが早いんで、もう私の中でもうドリフがタラランチャ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 ン、はいはいはい、生まれたみたいな、ダメ院長が来ないとみたいな感じのお産が多くて、でその頃ちょっとあのスピリチュアル的なことのなんかこう個人的なあの講習とかに行くようになってて、でそのそういう人たちからは、まあ、クミちゃんをめがけて赤ちゃんが来てるんじゃないかとか言われたり、でも自分ではそういうのはそんなことないと思うんですよねみたいな感じで言ったんですけど、でも本当に生まれなさそうな初産が生まれないですってつって、でも相方のあの看護師さんには嫌がられるんですよ、またカノちゃんと焼きみたいな、うん、であの生まれちゃうから、うん、大丈夫ですって初産ですからね、日勤に渡しましょうって言ってると12時回って2時3時ぐらいになってきて、なんかうーみたいな、カノちゃんもなんか変な声したよみたいな、いや大丈夫ですっ って言ってきてとかって言って診察すると、なんかそんな開いてるはずのない初産がもうほぼほぼ10センチみたいな全開だみたいなすいません、ね、もう生まれちゃいましたってほらーみたいな、でそっからドリフが鳴るわけですよ、それで院長院長来ないかみたいな感じで、おさてみたいな感じで、で終わるんですよ初産が。でもうすごいもう看護師さんからバタだよ可能みたいな、で普通そうやってパパって早く進んじゃうと子宮収縮が悪くて出血とかが多かったりするんですよ、お母さんとか、うん、そういうことが多かったりあるんですよ、そういうのもなく、あれ、うん、すごいんですよね、すごいね、あ、今になったらそう思えるんですけど、その時はなんか別にそんな風に思ってない、で赤ちゃんもなんかこうあの生まれてから呼吸しないとかなんかそういうのないんですよ、わそうで、うん、なんか、まあ、それで院長からは、いや、加藤ちゃんは安産の女神だななんて言われるようになっちゃって、おそれで、おあのその総合病院を辞めた時も、うん、あの開業がしたいなとは思ってたんですけど、うん、やっぱりこの、あのなんていうかな、こう3次元のいろんなしがらみに、うん、あのそこからぶち破れなくて、うん、でクリニック4年ぐらい行く中で、うん、もうそろそろと思って思い切って去年辞めて、うん、でそのままだけど何も動けずにあの医師と提携しなきゃいけないっていうしがらみがこの3次元であるんですよ。そうだね、はい、で特にそのあのお産をやるっていうことになると必ずそうやって提携しなきゃいけないんですよ、うん、だけどあのいないんですね、うん、あの特にあのこっちの北関東というか、まあ、この県は特にいないんです、うん、あの提携してくれないんだ、そうなんです、病院があのちょっと北の方になんかいるらしいんですよね、うん、あのお産やってる助産院がちょっと私興味ないに知らないんですけど、でその方もこの県内の先生じゃないんですよ、隣の県の長野県の先生と提携してるっていう話で、うんうん、なかなかいないんです。でそんな時にあの本当に数ヶ月前あの同級生 の小暮恵理子市議会議員がですね市議がですねあの自宅出産をしてるっていう助産師さんとつなげてくださいまして、うん、で、まあ、その方に聞いたらやっぱりあの出張という形だったら、うん、まあ、別に問題はないはずなんです、うんうん、でそれで私はやってますっていうお話を聞かせていただいて、うん、もうその方は本当に家族赤ちゃんもちっちゃかった子供さんもちっちゃかったりしてもう家族全員で動いていくんです、もう県外です全部すごいんです、もう呼ばれればというか、はい、あの沖縄から北海道の方までっていうかもう関係なくでやってらっしゃるっていうのを聞いて、あ、やっぱりそういう風にして行けばいいのかなと思って行ったけど、やっぱりあのもう石屋の思うつぼであの不安と恐
抱負がいつもの押しかかってくるわけですよ。なんかそうやって、はあ、でも箱物の数なんていうのやんなくてもいいんだっていうのは分かったんでよかったんですけど、だけどやっぱりそううーんって思ってたら、本当にたまたまこの橋の話し会に参加して、まあ、本当に急遽 YouTube 上げてもらって、でそしたら何人か本当にあの RV が来たらぜひ金銭的な援助をさせてください、頑張ってくださいっていう応援をしていただいたりとか、はい、でその中であのリナちゃんのお母さんからあのぜひっていう形でお問い合わせをいただき、で、あでもこういうもうなんていうんですか、精神的にもう全然私なんかよりレベルが高い方と一緒なら、そういう不安とか恐怖とかいらないかなって思って、でまたそのクミちゃんって言った時だけ動くんですなんて言われたら、もう。ねえ、担当するしかないだろうっていう感じで、そういう流れです。まあでもこれも要は必然ですね、神の采配ね、うん、まあ背中をね後押ししてくれたんだと思いますよ、うん、じゃあ今あの実際にあのリナちゃんはどんな感じ、あの出産までの間、うん、もしくは出産の時の自分のイメージ、その後のなんかこう産んだ後、それも含めて今どんなイメージがありますか？イメージイメージというかどんなことをこう考えてるの？イメージわかんないけど、うん、あでもほらさっきのなんか、いつ生まれんのって私聞いたら、あそう、うん、あの池川先生のところでは予定日は2月25だって、あ、うん、でも2月25ってあの2月のその週誕生日だらけで、妹が26日、うん、でママは23日、うん、ケーキ3回食べることになるちゃんと聞いとこうと思って、だからそうだからえちょっと23日から順番に聞いてみようって、23なの24なの25なのドーン26 27シーンみたいな、うん、だけど20もう一回聞いても25日だとちゃんと動くから、おママこれ25に生まれるわって言って、ちょっともう本当に2月25日生まれたらさ、すごいこれちょっとまたあれだね、 YouTube 最低あれだね、さまた出て報告してもらわないとこうやって持って、あすごい、なんか池川先生にも、生まれる時に、なんだっけ、ちゃんと赤ちゃんって、赤ちゃん一人で出てくるわけじゃないから、羊水と子宮と、あとへその緒と全部に声をかけて、ちゃんみんなで上手に生まれておいでって、頑張ってって、なんかみんなで、ママ助けてねって言って、赤ちゃんがなんか言って生まれてくるらしくて、ね、言ってたよね、だから私が子供、赤ちゃんにばっかり声かけるんじゃなくて、そこを全部に声をかけて、ママが痛い痛い思いあまりしないうちに生まれてきてねって言って言ったら、その通りになるよって言われたから、夜寝る前に声かける、素敵、じゃああとじゃあクミさん最後一言、なんかこう出産ね立ち会うにあたってなんかこう今こう感じてることを言って締めてくれ。その繋いでいただいた自宅出産の助産師さんは、もうとにかく待つしかないんだっておっしゃってたんですね、で私本当に病院とクリニックでの経験しかないので、やっぱりそこを振り返ると、やっぱりこんなこと言うと本当に申し訳ないけど、やっぱり医療者側の都合、まあ、特に先生、の都合が多いんですね、破水して何時間以上経った、で今日は金曜日だ、土日は休みだ、ってなれば金曜日のうちにどうにかしようとか、そうやって本当にやるとあのねうまくいかないんですよ、だからあとねお母さんたちの何か上のお子さんの運動会があるからどうしてもこの日にまでに産まないととかって言って、促進剤とかね使ったりしても、
陣痛来ないんですよ。で結局来ないなりになんか緩い陣痛だと時間がかかって、時間がかかると疲れるんで、子宮もからママの体も全体的に、そうするとやっぱり収縮が悪かったりして出血がとかってあったなって、あの振り返って本当にそう思って、だから私は本当に一緒にいるけど、あの生まれるの産むのは本当にりなちゃんと赤ちゃんが産むので、私本当にそこにサポートというか、それでいいとか、あとはもう本当に、ね、痛くないとは言わないから私本当にすごいさばいて産んだの。最悪にそう、医者看護師教師はうるさいっていう本当にこう典型的なパターンで産んでるんで分かるんだけど、痛くないとは言えないから、で本当にもう痛かったら痛いって騒いで構わないし、そこを本当に、ね、うまくあのそばにいてサポートしてあげられればなっていう、それだけなん で、うん、でこんなに本当に赤ちゃんに話しかけてると、これはこの池川先生の話じゃない、別の産婦人科の先生がすごいたくさん話しかけてると、まあ、夢だか違う次元で会ってるのか分かんないけど、赤ちゃんに会えるって言ったら昨日会ったって言うから、もうそこまで来たら閉めたもんなんだよね。多分陣痛がそんなに痛みを強く感じないはず。そうに言ってた、その先生も顔見た、ほら、え、赤ちゃんの、そこまでの境地に入った妊婦さんはもうね、大丈夫だと思うんですよ。わー、なに、ちょっと、もうちょっと分かる、どんな感じだったのよ、見たって、どんなこと、なんか、ママが座ってて、ママがそこにいて、誰かがいて、産んだって感じじゃないけど、最初はゴニョゴニョしてる目で、あ、お尻だ、足だって見てたのに、ふとした瞬間にもうここにいて、で羊水の中、まだあの膜が張ってる状態で、ね、あ、そう、卵膜、で動画でピッて撮るの見てたから、ピッてやったら顔がパーって出てきて、そしたら二重だって言って、それに喜んで二重だねって抱っこしてたら、生まれたばっかってへそ脳があるはずなのに、あ、もうへそ脳ないと思ってた、どうやって産んだんだろうって言ってるところで、うーってこうやってこうやってなんかしてる時に目が覚めちゃった。うわうわすごい、でももうそうなったらもう全然心配ないっていうか、もう生まれてくる安全、なんていうかな、安産だなって教授の話聞いて確信しました。しかし究極だね。すごい。だからもともと人間っていうのはさ、こういう能力があって普通に自宅で生まれてたわけでしょ、それを医者によってね、もう都合主義に変えられたわけでしょ、ね、それを元に戻そうということ、ね、それのなんかこうきっかけ、これ多分ね、見てくださってる方の中で、あの元気づけられる人多分いっぱいいると思うよ。すごい、ありがとうございます。あの、せっかくだけど何かお二人に質問したいこととか、こう聞いてみたいことないですか、せっかくだから。特にない、大丈夫、平気、大丈夫、じゃあ、これで撮影終わる感じでいい、はい、大丈夫、はい、じゃあありがとうございました。いくよ、せ、2回叩いてからいくよ、せーそう、いいね、2だったっけ、間違ったっけ、いいよね、なんでもね